これからどういう形でしっかり復興や経済政策や農林漁業政策、あるいは高齢者政策をするかどうか、その期待を加味して、今回はご評価をいただいたと思いますので、むしろ期待がたくさん上回っているということですので、これは期待を裏切らないようにしっかり対応することが大事だと思っています。